そうださん、あんたの腕見込んで頼みたいことがある。おお、何ですか。おめえはどいてる。人をやってもらいたい。ああ、誰。相手によっちゃ躊躇されるのかな。いや、だがなるべくなら見知らぬ相手がいいな。後腐れがなくて済むから。やってもらいたいのは二人いるんだ。そのどちらでもいい。その二人の名は。大石蔵之助と堀部安兵衛。大石の方にしよう。堀部は知ってる。おお、知ってなすったのかい。県の方で同門だった。そいつはまずいな。大石の方にしてもらおう。しかし大石も堀部も紀伊国屋の旦那とは縁もゆかりもないはずだが、吉良家か上杉家に頼まれたか。それはあんたには何の関係もないはずだ。あんたに頼んだのはこのわしだ。もっともわしに頼まれたと言ってもらっちゃ困るがね。口は固いつもりだが。そう思うから頼んだ。で、大石の居場所は江戸に来てると聞いた。今夜この吉原へ来る。わしが招待した三浦屋に登楼することになってる。